広島駅が平野翔の聖地に変貌。見ていて胸が躍る圧倒的な演出に世界が震撼。広島駅が平野翔ランドに。その圧倒的なスケールと演出に人々が熱狂する理由。広島駅に足を踏み入れると、そこには驚きの世界が広がっていた。普通の地方駅とは思えない、洗練された演出とデザインが目を引く。 目を向けるあらゆる場所に人気俳優平野翔のイメージが溢れている。この一見派手な演出の背景には街の活性化と地域振興を目指す大胆な取り組みが隠されていた。広島駅のあちこちに立てかけられたポスターや看板、サイネージにはドラマや映画で知られる平野翔のキャラが登場する。駅構内の至るところで見かける平野の笑顔は まるで駅を訪れた人を優しく出迎えているかのようだ。そして、駅構内には彼が出演するドラマや映画のポスターが点在し、ファンには見逃せない楽しい仕掛けになっている。特に注目なのは、新幹線改札口の壮大なサイネージ。12面もの大型ディスプレイが、平野章のダイナミックな表情を交互に映し出す。その圧倒的なスケールと迫力は、 まるで映画のワンシーンを見ているかのような臨場感を生み出す。サイネージの裏側にも同じ12面ディスプレイがあり、切符を提示しないと通れないエリアに設置されているのも特徴的だ。最近の変化の一つが新幹線改札口の演出だ。当初は12面のサイネージに平野翔の表情が次々と映し出されていたが、今では新たな演出が加わっている。 その一方で、在来線中央口の3枚のポスターや、地下道南口の大型ポスター1枚など、比較的シンプルな演出も見られる。こうした落ち着いた演出は、駅を訪れる様々な人々に馴染みやすい雰囲気を醸し出している。平野章のドラマや CM などのシーンが次々と流れるようになり、駅を訪れる人々を引き込むような臨場感が生み出されている。 時折、平野翔本人が登場し、ファンサービスを披露するなど、さらなる魅力が加わっている。これらの演出は一見派手に見えるものの、よく見るとテーマ性や一貫性を感じられる。平野翔のキャラクターイメージと、地域のアイデンティティが巧みに融合しているのだ。地方都市の活性化に新たな可能性を示唆する広島駅の取り組みは、 他の地域にもインスピレーションを与えるかもしれない。人気タレントのイメージを全面に押し出し、地域の魅力を発信する手法は、これからの時代に求められる新しい地域ブランディングの形なのかもしれない。広島駅の平野ワールドは、これからも地域振興とエンターテインメントの融合を目指し、さらなる進化を遂げていくことだろう。そして、 訪れる人々に新鮮な体験と感動を届け続けるはずだ。広島駅が平野ワールドに様変わりした背景には、街の活性化と地域振興を目指す地元自治体の戦略的な取り組みがある。人気俳優の顔を全面に押し出すことで、広島駅を地域のエンターテインメントの拠点にしようという試みだ。近年、 地方都市の多くが人口減少や経済の低迷に悩まされている。そうした中で、広島市は平野翔という地元出身の人気タレントを全面に押し出すことで、街の知名度アップと新たな賑わいの創出を狙っている。地域振興の切り札として期待されているのが、この平野ワールドなのである。広島駅の変貌ぶりを目にした人々の反応は様々だ。 SNS を賑わせる投稿を見ると、ファンからは歓喜の声が上がっている一方で、中には戸惑いの声も聞かれる。しかし、多くの人が、新鮮面白いと感想を寄せており、広島駅の変化は地域の活性化につながっているようだ。観光客はもちろん、地元民も含めて、誰もが楽しめる仕掛けが随所に散りばめられているのが特徴的だ。 平野章ファンはもちろん、そうでない人も、広島駅の演出に魅了されずにはいられない。この取り組みは、地方都市の活性化に新しい可能性を示唆しているのかもしれない。人気タレントのイメージを全面に押し出すことで、地域の魅力を効果的に発信する手法は、他の地域にも応用できるかもしれない。広島駅の平野ワールドはいつまで続くのか。 今後、新たな仕掛けが登場するのか。地域振興への取り組みの行方に注目が集まっている。きっと、広島駅は、これからも人々を魅了し続けるに違いない。広島駅の平野ワールドが誕生して数ヶ月が経ち、その演出はさらなる進化を遂げつつある。人気俳優、平野翔のイメージが溢れる広島駅は、 地域振興の切り札としてさらに注目を集めている。一方、在来線中央口や地下道南口のポスター展示も更新された。これまでは平野章単体の写真が中心だったが、最近では彼が出演するドラマや CM のイメージを用いた、より情報性の高いデザインに変わっている。こうした演出の進化には、地域振興という当初の目的に加えて、 エンターテインメント性の向上という新たな狙いが見て取れる。広島駅を訪れる人々の反応も変化してきている。当初は新鮮さや面白さを感じる声が多かったが、今ではファン目線での評価も増えてきた。平野くんのドラマのシーンが見られて嬉しい、最新の情報がわかる展示になっている。といった声が寄せられている一方で、もっと平野くんに会いたい。 撮影の機会が欲しいといった熱望も聞かれるようになった。このように広島駅の平野ワールドは地域振興の試みからエンターテインメント性の高い空間へと進化を遂げつつある。ファンサービスの強化やコンテンツの充実によってより魅力的な演出が生み出されている。広島市は今後この平野ワールドをどのように展開していくのだろうか ファンの期待にどういらえていくのか、さらなる仕掛けに注目が集まっている。以前に教えてもらった時とは違って、駅の様子は大きく変わっていました。まだまだ翔君、平野翔さんの愛称がいると信じて、次に駅近くに行くのはカープの試合がある10日のことです。地下は少し前に見たことがありますが、まだ残っているのでしょうか実際、 私は四国から来たのですが、カープの試合後で駅は多くの人で賑わっていました。広島にはなかなかこういう光景がないので、驚きと喜びが入り混じっていました。他の人たちも同じように驚き、喜んでいました。駅に行くたびに、新しい発見や感動が待っていることを知りました。これは本当に見る価値のある光景であり、 また広島の魅力を再発見する良い機会でした。広島駅を訪れると、駅周辺はカープのファンやフラワーフェスティバルの人で賑わっていました。その光景は本当に圧巻であり、駅を訪れるだけで心が躍りました。カープの試合後の広島駅は、私にとっても特別な場所となりました。その素晴らしい景色を共有してくれた皆さんに心から感謝します。 これからも広島の魅力をたくさんの人に伝えていきたいと思います。このような貴重な体験を通じて、地域の魅力や人々の熱意を改めて感じることができました。広島駅は本当に素晴らしい場所であり、これからもたくさんの人々が訪れることを願っています。広島駅の変貌は、地域振興の新しい可能性を示唆している。 人気タレントのイメージを全面に押し出すことでこれまでにないにぎわいを生み出す取り組みは他の地域にも応用できるかもしれない。こうしたファンの反応は地域振興には非常に重要だ。ファンの来訪と消費が街の経済を支えるからだ。広島駅の平野ワールドはファンにとって聖地巡礼のような意味合いを持つ。ファンの期待に依頼、 彼らを虜にし続けることが地域振興への鍵を握っているのかもしれない。